今回は昨日のアップデートで、まあアイテムショップ関係のちょっとやばい情報が見つかったり、今日のアイテムショップ実は結構すごいことになってたりって感じで、ショップ関係のね、いろんな情報っていうのが判明中だから、まあそれらを紹介していこうかなって思います。一番最初に今日のアイテムショップでマジでヤバいスキンが販売されたね。確かチャプター1の頃に限定スキンとして登場したパラダイムがショップで販売されてる。まあ、実際に購入することもできて、それが約50分ぐらいかな。で、アイテムショップから削除されたね。まあ、正確には非表示なのかもしれないんだけど。まあ、今のところショップで買えなくなった。まあ、50分ぐらい限定で限定スキンが販売されるとかいうね、ちょっとやばいことが起こった。まあ、なんでこういうことが起こったかっていうと、一つ言われてるものがあって、パラダイムの横にオーダーのツルハシっていうのが販売されてると思う。まあ、これが本当はショップにパラダイムじゃなくてオーダーを置くつもりだったけど、何かのミスでパラダイムになったんじゃないかって言われてるね。まあ、この二人ね、まあ、似てるっていうか、なんかいろいろありそうだしね。まあ、多分運営のミスで50分間限定で限定スキンのパラダイムが登場したね。まあ、そう考えるとさ、今後も最近こういうショップのミス多いじゃん。バトルパスが来るとか、まあ、今でいう限定スキンが来るみたいな、まあ、他のいろんなね、再販されてない系ちょっと来そうな気がしてきたよな。次は多分運営のミスかな。で、今日のアイテムショップがすごいことになってる。フォートナイトのアイテムショップって最近ね、新しくなったことで、まあ、ここを見るとあと何日でこのアイテムが消えるみたいなやつが表示されるようになったと思うね。このアイテムだったら8月の14日のショップの変更で変わるって。なんと今現在ね、何かしらの不具合でここが全部8月14日のショップで変更するようになってるっぽい。まあ、ウルバリン系ももちろんなってるし、このロッカーバンドルもなってる。まあ、それだけじゃなくて、まあ、このアイテムとかにもなってるし、まあ、他のね、アイテムとかも同じように8月14日で消えるように設定されてるっていう。もしかしたらね、明日のアイテムショップ何も変わんないとかあんのかもしれないね。まあ、運営のミスだからすぐに修正されると思うんやけど、まあ、全部8月14日に消えるように設定されてる。次は今日のアイテムショップ、めちゃめちゃレアアイテムが結構再販されてるっていう。まず一番最初がパラダイムだね。1760日ぶりに運営のミスで販売された。まあ、ちなみにこの動画撮ってんのが朝の10時半だから、まあ、ワンチャン没収される可能性とかもあるし、まあ、その辺の対応わかんないけど、まあ、とりあえず1760日ぶりに再販されたね。で、次がショップのパラダイムと一緒に登場したこのスキン、スカウト。これが1646日ぶりの再販だね。めちゃめちゃレアスキンだったやつが登場してる。さらに、その隣の隣、この3つのアイテムがあったもん。スキン、ツルハシ、グライダー。これらがすべて1193日ぶりの再販になってんね。まあ、他にも、このね、アイテムっていうのが538日ぶりの再販だったり、このイーサーっていうスキンが497日ぶりの再販だったりする。こういう感じでね、結構レアアイテムっていうのが今日再販されてんね。次はこの日にこのアイテムが来るよみたいなショップの販売される予定っていうのがいくつか見つかったね。まず今回のアップデートに追加されたドラゴンボールの新スキンたち、17号18号が来たんだけど、これが8月の9日のショップで販売予定で、次が X メンのスキンたちだね。まあ、めちゃめちゃいいスキンなんやけど、これらっていうのが8月の11日付近で登場予定。さらにまたまたスターウォーズのスキンっていうのが8月の13日に登場予定って感じだね。まあ、これ以外は分かってないんやけど、この3つっていうのが今紹介した付近で登場するっぽい。まあ、ドラゴンボールと X メン、めちゃめちゃ良くない？これ楽しみだね。まあ、なんで17号18号なんだって思うんやけど。そして次は昨日のアイテムショップがあったもんやけど、そのアイテムショップで
ちゃっかり消されてるもの、削除されたものが2つあったみたい。それがレゴの建築ピース2つだね。この2つのレゴの建築ピースっていうのが昨日のアイテムショップからちゃっかり削除されてたみたいだね。なんかレゴの建築ピースって影薄いからさ、まあ、こんなんあったんだみたいな感じになっちゃうんやけど、ちゃっかり消えてたっぽい。まあ、そう考えたら今日のアイテムショップでもパラダイム消えてるし、2日連続で消えたものがあったんやね。次は今後サッカー関係の車関係のアイテムっていうのが来るっぽい。まあ、そのね、来るサッカー関係のやつっていうのもだいぶ豪華になってて、AC ミラン、ボルシア・ドルトムント、マンチェスター・シティ、オリンピック・マルセイユ、これらが今後フォートナイトとコラボして車関係のアイテムが登場するみたい。何が来るんかな、まあ、もしかして今画面に映ってるかもしれないんやけど、めちゃめちゃ豪華じゃない、まあ、確か昔サッカースキン関係でスタイルとして登場したことはあったと思うんだけど、今度は車関係のアイテムとしてコラボするっぽいね。これ楽しみだね。まあ、多分アイテムショップに来るって感じになと思う。そしてもちろん今回のアップデートで新しいコラボスキンが来たと思うよ。あの X-Men だったり、あとドラゴンボール、これ以外にも普通に新しいスキンたちも来たね。まあ、それがこの3つになってる。シグナル、リジック、スクラッパーカイル、これらが今回のアップデートに登場した新スキンだね。まあ、すぐにアイテムショップで登場するはず。まあ、そしてこのうちの2つっていうのはレゴの建築ピースで見つかってすでにリークされてたアイテムになってんね。まあ、やっぱりレゴの建築ピースでね、結構スキン見つかったけどちゃんと来てんだね。まあ、これらが多分次のアップデートが16日だよね確か。まあ、それまでにはショップに来るだろうね。まあ、人気でっかどうか、いいスキンかどうかって言ってもなんかちょっとなんとも言えないんやけど、まあ、新スキンとしてやってくる。そしてね、次は去年削除されたとあるスキンたちが再追加されたっぽい。今回のアップデートで F1 スキンのファイルっていうのが再追加された。これらっていうのがもしかしたら今後フォートナイトにやってくる可能性があんね。まあ、実際に去年フォートナイトとコラボする予定だったんやけど、なぜか破棄された、そういうスキンたちだった。これらがまた追加されたことによってコラボする可能性が出てきたね。他にも今回のアップデートで4年ぶりに再追加された武器ラップとかもあったりするんよ。なんか昔登場予定だけど登場しなかった系のやつらがね、徐々に帰ってくるのかもしれないね。まあ、この F1 のコラボ、いずれね将来的にやってくるのかもしれないね。まあ今回はこんな感じだね。まずショップ関係のヤバい情報めちゃめちゃあったよな。個人的に一番ヤバいなと思ったのはやっぱりパラダイムだね。まあ動画が作り終わった後にパラダイムの情報っていうのも出てて、パラダイムを購入したプレイヤーは後日ロッカーから削除される、そして V-BUCKS が返金されるっぽいね。まあ、この辺は後でまたね紹介しようかな。あとはやっぱりドラゴンボールと X-Men の新スキン、この辺も楽しみだし、サッカー関係の車のやつも楽しみ。そしてね、F1 とかもどうなっていくか楽しみだね。まあ今回はこんな感じだね。